still looking at your stuff? こっちでは採用してませんか。見てました。ですので。ラックスだったら採用してたかもしれない。そうするとまた、そうするとまたプログラム書く人が来そうですね。そうですね。やってほしいですね。やってほしいですよね。ローカルルールみたいなね。ダメですよ、うちの面、他のデザインするのも本当の微妙だよ。スタンダードで言ってくれた。ありますか。プログラマーとしては世界で数人しか来ない。こっちかね、これはどうなの。さてと、こっちじゃん。Thank you.
感じなんですか、うん、でもなんかさ、カバーできなくて、なんか、ネットワークってもう、俺これだから、うん、いや、16とかさ、あ、でもこれ絶対どっか行くよね、
1枚の余裕が埋まった。危ない。じわじわ。ね。そうですね。じわじわ。
100回。Thank you.
マジでダンスすんの。ダンスすんの言ってよ。
ないね、これいいけど、ひっくり返せばいいと思う。これ2の裏がいるんじゃないってことですか。え、どれも16だ。何でも4。例えばキューブは認識するんですか。キューブはちょっと内緒だけど一応頑張ってますけど内緒認識やるともダメですよね。キューブだってものが一応今わかる、わかれば、うん、私のもう適当ボルトダブルなんてテイクがってやってる。最終的にはちゃんと数字読んで、今の2とか4とかってやりたいんだけど、ね、実はそんなにその必要はないような気もしてる。最初に出すのは2だしね。真ん中に出ればそれはもうダブルでしょみたいな。オートマチックのリバーとか2号だった。まず2とか思ったら2号決めるやってみて。やっぱりチェスターとかダイスはある意味同じようなものなんだけど、ブリッキューブは一番バリエーション多くて、うん、ね、ちょっとなんかプロデュースとかじゃなくてダブルキューブをまずプロデュースしたいです。あ、2個はちょっと6000やばいとか思っちゃった正直思いましたけど Thank you.
く。うん、そっか。そんなにしょうがなくていいんだよ。あ、わかりました。じゃあ降りろよって話。
展開だったね、ストーリー的には。お、oh。